こんばんは、クレイジーアネムのリキヤです。現在夜の8時なんですけども、今日は近くのバーに行ってこようと思います。でこのチャンネルでもね、時々紹介してるんですけども、ハンバーガーバーだね、ハンバーガーバーのメッキーズバーガーっていうお店で、もうこの島では多分一番クオリティ高いハンバーガーを出すし、もう他の料理とかカクテルとかもね、ちょっと次元が違うぐらいね、こだわってて結構高いんだけど、あのオーナーが本当に料理とかね、グルメにこだわりがある方で、すごく僕らも仲良くしてくれているオーナーさんなんですけども、今日はあのライブがあるみたいで、現地の歌手、プロの歌手の方を呼んで、ライブをするということで、絶対楽しいから来てくれっていうふうに言われています。でかつね、ちょっと撮影してほしいって言ってたね。なんかタコスのメニューが新しくできるんで、そちらの撮影もしてほしいということなので、ライブを楽しみつつ、タコスを食べつつ、お酒を飲みつつ楽しんでいきたいと思います。はい、今日は珍しく、マイクをね、いつもと逆につけて、夜のね、サンタマリアの雰囲気をちょっと紹介できたらいいなと思っています。あれ何あれ、そう、昨日ぐらい光ってる。あちらは、四つ星ホテルかな、僕たちのホテルの前にある四つ星ホテルで、でこの通りはね、あのホテルストリート、ホテルアベニューって言われていて、この大通りを挟んで左右にたくさんホテルがあるんだよね。はい、僕たちのホテルは夜こんな感じの雰囲気となっています。あそこが光ったってことはさ、オープンしたとかそういうことなのかな。もともとオープンしてるんじゃない。ほらー、ぼんのいてー、かわいい満月とまでいかないけどいい感じだね。子供たちがスケボーを練習しています。夜でもね、みんなね、子供外にいるし、治安の良さが伺えるね。そう、でさっきもさ、子供同士で押してさ、一人倒れたんだけど、それでも泣かないし、マリア、チャオ、でね、今一番後ろ、最後行ったのが今から行くお店、メッキーの。そうか、そうだね、娘、確かに確かにそうだ。ここにいるってことは、サッパカがサリナシーリゾート5つ星ホテルです。やっぱりもうね、門の外からしてね、豪華。はい、ね、こんな感じでね、なんかジムの器具があるんだよね。運動器具、ちょっとあゆみさんやってみて。これこれどうやんの、わからん。一回ね、やってる人行ったの見たことある。これで動かない錆びててね。あ、そういう問題ね。伸びるんだよね、やっぱさ、塩が塩分が高いからさ、空気の錆びちゃうんだよね。ホテルアベニューを右折すると、ここはカーボベルデの歌舞伎町、歩行者天国、名前はちょっとよく分かりません。ここはこの町で唯一の教会です。日曜日になるとね、めちゃくちゃ人が集まります。はい、ホテルから歩いて10分ぐらいで到着しました。メッキーズバーガーバー、皆さんもご存知のハンバーガー屋さんです。はい、で今日もここで、ね、撮影してほしいっていうことだったので行ってみましょう。はい、
よいしょー、はい、あ、これ逆光じゃない、大丈夫、逆光じゃない、はい、帰ってきました。結構飲みました、今日も大丈夫、うん、そけちゃいけないもん蹴ったらよね、はい、はい、ということで、撮影がメインだったかな、そうだね、違うんだよ、本当はね、ライブも結構楽しんだんだけど、プロの、なんだろう、CD とか出してる歌手のカバー系が多かったからね、うん、撮影できなかったね。撮影してるけど、YouTube 的に多分著作権アウトなんで、だからこの Vlog はきっとね、撮影の方がメインになったと思うんですけど、まあちょっと雰囲気が分かるように多分乗っけてるかな、うんうん、音は消してると思うんだけど、すごいね、歌手のクオリティも高かったね。あれ声がいいよね。あれカボベルデ人かな。そうだと思うかな、うん、やっぱ声がいいよね、ほんとね、うんうん、だしやっぱノリがね、もうお客さんのノリがもうすごい、みんな踊り出しちゃうし、うん、そう、拍手とかもさ、すごいじゃん、なんか盛り上がり方がさ、ご飯も食べつつお酒も飲みつつなんだけど、そうだね、でみんな音楽をちゃんと楽しみに来てるっていう感じがあるよね。そう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 、うるさすぎなかったのも良かったね。そうそうそう、やっぱああいう系がいいよね、バンドとかでもなく本当にギター一本で歌うっていうのが、そうだね、ああいう場所にはご飯食べる時にはちょうどいいと思う。雰囲気もおしゃれだし、2階だし、そう2階ね、映さなかったけど上はね、筒抜けになってるんで、もうほぼ外って感じなんだけど、うんうん、すっごいおしゃれ、ライトのもう照明とかが、ね、あ、そうそうそう、こだわりがすごいからね、うん、で、このコロナ禍でお客さん全然他のレストランいないのに、あそこだけもうめちゃくちゃ盛り上がってるっていうので、うん、多分ほんとこの島で一番人気のレストランじゃないかな、ね、メッキーのなんかもう人望というかさ、あ、そうだね、そういうのが出てるよね、うん、いや、ほんとにね、いいお店でした。タコスも美味しかったしね。美味しかった。はい。そうなので、まあ、今後もね、夕飯食べに行くこともあると思うんで、その時の動画も楽しみにしていてください。はい、ということで今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。3、2、1、5 3、2、1、5